こんばんは。みなさつきです。なぎさりりかです。ふしみやりりです。さみちぎりみゆです。ウエスト。私たち仮面女子高校生ウエストです。よろしくお願いします。はい、私たち仮面女子高校生ウエストはこの後登場する仮面女子の大阪バージョンユニットとして活動させていただいております。なんとですね、この道頓堀カンブリリバーオフさんから徒歩10分の場所に私たちの常設劇場である仮面女子シアターがございまして、そこでほぼ毎日のようにライブをさせていただいておりますので、よかったら皆さん遊びに来てください。はい、暑い中ちょっと待ってないで見てくださりありがとうございます。ありがとうございます。早速なんですけども、皆さんツイッターなどはやっているでしょうか。やってる。やってますか。ぜひ今皆さんお写真とか動画とか撮ってくださってるんですよ。それプラス、そして仮面女子の漢字4文字をつぶやいてほしいんですけども、この4文字です。あおちゃん、スピーカーと同化してるわ。なんか見えないから漢字4文字をつぶやいてほしいんですけども、つぶやくだけじゃ面白くないと思うんですよね。確かに、つぶやくだけで何もなかった。つぶやくないよね。私、なんか見返りが欲しいわ。それ何がいいと思う。何が欲しい。やっぱりさ、ツイッターだってやっぱり、うん、フォロワーさんとか。あー、いいとこついてますね、なぎさりりかさん。わかった、この上りがもらえる。何やっても足りないよ。最終的に足りないんだよ。抽選が欲しいよな、これ。違うよ。家に飾りたい。仮面女子の漢字4文字つぶやいていただくと、仮面をかぶったアイドルたちがあなたのツイッターに遊びに行っちゃいます。イエーイ。私は仮面かぶってないんですけどね。皆さん、結構送迎多い、何人くらいだろうね、まあ、たくさんのアイドルが遊びに行くと思うので、皆さんぜひ仮面女子の漢字4文字つぶやいてみてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、熱中症に気をつけて私たちとまだまだ楽しんでいきましょう。それでは聞いてください。未来の光、イエイエイエイ、トーボリリボンウォークの皆さん、まだまだ私たちと一緒に熱くなっていきましょう。Yeah!
クロン、道頓堀のパズラ3人で8月13日にワンマンライブを行います。イエーイ。このチケットをこの後のウェブ版では販売しております。なんとチケットを購入していただくとその場で好きなメンバーからサインももらえちゃいます。東西5カ所同時ワンマンライブということなんですけど、東京にも負けないぐらい熱いライブをしますので、皆さんぜひ8月13日を私たちにください。よろしくお願いします。お願いします。この後はコメント師の登場です。皆さん最後まで楽しんでいってください。以上、仮面女子高生ウエストでした。ありがとうございました。